主催は TRA 国見中央競馬会。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートはほど牛国へ。まずは先行争い、4番シャトルアトラス、すっと前に持ち出しました。2番手3番ほど、2番ミステリーフェザー、方位をキープ。少し差が開いて5番牛国へ、離されて最後方1番ユキテルサンダー。各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。各馬第3コーナーをカーブしていきます。ここから先頭までは10馬身以上。 600m の通過タイムは35秒2。先頭は依然シャトルアトラス、後ろに3番ほど、2番ミステリーフェザー、方位をキープ。3馬身相手5番牛国へ、離されて最後方1番ユキテルサンダー。先頭は依然シャトルアトラス、後ろに3番ほど。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ正念場の直線、後続各馬の動きはどうか。残り400を切ってシャトルアトラス、その後からほど、単独先頭はシャトルアトラス、2番手ほど。ここで2番手代わって牛国へ、あと200。追い込み勢にはユキテルサンダー、牛国へ、いい足で伸びてきた牛国へ、突き放しにかかる牛国へ、差し切って合輪。勝ったのは牛国へ、鞍上は川田優雅騎手。牛国へ、ブリーダーズカップを制しました。2着ユキテルサンダー、3着にはシャトルアトラス。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。8頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、4番ステランカー先頭を伺います。続きまして6番谷のタイタン、2番キツツキナゼツツク先頭に入れ替わります。5番マリリンライガーを内抑えて、3番ウィングレグルス、少し差が開いて1番ホワイトプレジ、小馬身相手8番ドラソルジャー。遅れて最後方7番セブンスポード。各馬冬の新潟競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、3コーナーに差し掛かろうとしています。先頭代わってマリリンライガーを、
後ろに2番キツツキなぜつつき、6番谷のタイタン後位につけました。4番ステランター、この辺りが中断。400を切って先頭マリリンガイガーを、そしてキツツキなぜつつき、4コーナーカーン直線コースに入ります。ステランター並びかけてきた。残り200を切りました。ステランター足色は衰えない。セブンスポート伸びる。ステランター堂々と合輪。勝ったのはステランター。鞍上は柴田大地騎手。勝ち時計1分17秒4。ステランターブリーダーズカップを見事勝利しました。2着キツツキなぜつつき。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートはアールゴソルダード選択番台。まずは先行争い、内から押して2番レイノフラッシュ、2番手3番アールゴソルダード、7番選択番台後位をキープ。これを見るように内側5番牛尾セアス、内から4番カントリーロード、続きまして6番ムーンブルックリン、1、2コーナー中間、1番人気1番メイヤジロベー、この位置最後方8番ウンプテンプ。これからバックストレッチに向かいます。冬の京都競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、主導権は2番レイノフラッシュ、後ろに3番アールドソルダード、7番先客番外後位をキープ。内から5番牛尾ゼアス、これを見るように内側4番カントリーロード。 1000m の通過タイムは1分1秒2。各馬第3コーナーをカーブしていきます。1馬身相手6番ムーンブルックリン、1番人気1番メイヤジロベー、この位置8番ウンプテンプ後方、4コーナーから直線へと向きます。残り400を切ってレイノフラッシュ、その後からアールドソルダード、レイノフラッシュ粘っている。先客万代外から差を詰める。先客万代先頭に立った。残り200を切った。ウンプテンプ前を懸命に追う。メイヤジロベーいい足で伸びてきた。メイヤジロベー先頭で合輪。勝ったのはメイヤジロベー、鞍上は武豊騎手。メイヤジロベーブリーダーズカップを制しました。2着先客万代、3着にはウンプテンプ。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。ややばらついたスタートです。まずは先行争い、2番ファルギスサワー、花を奪いに行きます。続きまして5番シューマイトキラフ、1番ビータラウラシ、好位をキープ。各馬第3コーナーをカーブしていきます。外を抑えて6番アークリアット、内を抑えて4番ミショウリノボス、8番ヒースメッカム、内から7番テイエスロックオー、離されて最後方3番スプアンモナカ。 600m の通過タイムは33秒2。冬の京都競馬場を駆け抜けていきます。400を切って先頭ビータラウダッシン、その後シューマイトキラフ。4コーナーカーブ、直線コースに入ります。追いすがるシューマイトキラフ、残り200を切ったシューマイトキラフ、捕らえにかかるカルピスサワー、捕らえに出る際どい勝負。スプアンモナ差を詰める、2頭が並んで合輪。カルピスサワーわずかに制したか、判定をお待ちください。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。4番ニテ先頭に立ちます。2番ライジンドラゴンかわして先頭、1番ポップグループ好位をキープ、6番肉肉大王、続きまして7番エイプリルカーム、3馬身相手9番ダドルユー、少し差が開いて8番レイノインパクト、3馬身相手3番リバン、少し差が開いて11番ユージュラモラック。 600m の通過タイムは35秒2。内から10番ドスデントスキア、各馬第3コーナーをカーブしていきます。5番アレンタ後方、冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭代わってポップグループ、後ろに2番ライジンドラゴン。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、3頭の競り合いとなった。400を切って先頭ポップグループ、そしてライジンドラゴン、2頭が激しく競り合っている。ライジンドラゴン差を詰める、ライジンドラゴン先頭に立った、残り200を切った。見て差を広げにかかるエイプリルカーム、いい足で伸びてきたエイプリルカーム、足色は衰えないエイプリルカーム、押し切って合輪。勝ったのはエイプリルカーム、鞍上は森裕太郎騎手。勝ち時計1分33秒6。エイプリルカーンブリーダーズカップを見事勝利しました。2着リバン、その後3着。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。飛び出したのは最内ファイアービラー。まずは先行争い、8番フォーマルガイスト、すっと前に持ち出しました。2番ズブズブスター、先頭に入れ替わります。その後は9番ヒムヤーケイガンシ、4馬身相手6番ダンスロット、内抑えて5番ブガイ、3馬身相手4番ブランネルジュ、外から7番ドラゴンレアル、10番テムキソスタット、そのうち1番ファイアーピラー。 600m の通過タイムは35秒5、最後方は3番ポンインザパーク。各馬第3コーナーをカーブしていきます。冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭はズブズブスター、後ろに9番ヒムヤーケイガンシ、8番フォーマルガイスと後位につけました。4コーナーから直線へと向きます。ズブズブスターわずかに先頭、このまま2頭の一騎打ちとなるのか。400を切って先頭ヒムヤーケイガンシ、そしてズブズブスターヒムヤーケイガンシ、わずかに先頭か。ズブズブスター並びそうだ。ズブズブスター先頭に立った。残り200を切った。テルキソスが前を懸命に追う。ズブズブスター足色は衰えない。ズブズブスター逃げ切ってゴール。勝ったのはズブズブスター、鞍上は太宰圭介騎手。ズブズブスターブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着テルキソスが、3着ファイアーギラー。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コースタートはパニックアタックオフロードパス。まずは先行争い、外から押して8番マッタナシ、6番ミスターブシド譲りません。1番スカイウェーブ後位をキープ。その外4番お魚、5番竹の10フィート、4馬身相手9番オフロードパス、少し差が開いて3番パニックアタック、内側2番レイノガイゼン、7番ニームマッケンジー、最後方に控える。冬の新潟競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭は6番ミスターブシド、後ろに8番マッタガシ、5番竹の10フィート、後位をキープ。3コーナーに差し掛かろうとしています。内抑えて1番スカイメール、前半の 1000m は58秒2、外から4番お魚、4馬身相手9番オフロードパス、少し差が開いて3番パニックアタック、それから2番レイノガイゼン。4コーナーカーブから直線に向きます。さあ正念場の直線、後続馬が差を詰めてきた。先頭ミスターブシド、竹の10フィート、2番手につけているミスターブシド、まだまだ先頭。400を切って先頭ミスターブシド、その後竹の10フィート、ミスターブシド、ミスターブシド先頭だ。竹の10フィート突っ込んでくる。ニームマッケンジーまだ動かない。
先頭が変わった。お魚が足色は衰えない。崖の天気懸命に追うが、新沼天神追い上げる。お魚押し切って合輪。勝ったのはお魚、鞍上は勝浦正樹騎手。勝ち時計1分55秒4。お魚ブリーダーズカップを制しました。2着崖の天気、3着は混戦の模様です。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。早くも先頭12番 GMT、 これに続いて4番ヒルコスクラグレー、5番ノブサイちゃん先頭に入れ替わります。内抑えて6番カイイクの日、3番キングペイロー、2番歌丸ポポア、この辺りが中断。それから7番ゴートゥーロマンス、外を抑えて10番ノスブラック、後ろに11番気まぐれなチョウ、内から8番ライダーオレグナム、内側1番カッツァン、大きく空いて9番ビータロビンソン、最後方13番アスキリクエタ。長丁場のレース、スタミナが要求されます。ここから先頭までは20馬身以上。もう一度先頭から。先頭は4番ヒルコスクラグレー、1000m の通過タイムは1分1秒0。各馬大声援を受けて正面スタンドを通過します。後ろに5番ノブサイちゃん、12番 GMT 好位をキープ、内抑えて6番タイイクノヒ、そのうち3番キングペイロー、2番歌丸ココア、この辺りが中断。各馬第1コーナーをカーブしていきます。1馬身相手7番ゴートゥーロマンス、これを見るように外側10番ノスブラック、後ろに11番気まぐれなチョウ、8番ライダーオレグナム、内側1番カッツァン、大きく空いて9番ビータロビンソン、これからバックストレッチに向かいます。13番アスキリクエタ後方、先頭は変わらずヒルコスクラグレー、後ろに5番ノブサイちゃん、12番 GMT 好位をキープ、これを見るように内側6番タイイクノヒ、13頭淀の坂に押し寄せていきます。内から3番キングペイロー、2番歌丸ポコア、真ん中あたりにつけています。後ろに7番ゴートゥーロマンス、これを見るように外側10番ノスブラック。各馬第3コーナーをカーブしていきます。1馬身相手11番気まぐれなチョウ、8番ライダーオレグナム、内から1番カッツァン。4コーナーカーブ、直線コースに入ります。ここから最後の力比べ、400を切って先頭ヒルコスクラグレー、その後ノウサイちゃん、ヒルコスクラグレー粘っている。ノウサイちゃん少し離れて追走、歌丸ポポア突っ込んでくる。残り200を切った、逃げる逃げる歌丸ポポア、カッツァン接近してくる。さあ勝つのはどっちだ。カッツァン差し切って合輪。勝ったのはカッツァン、鞍上は吉田隼人騎手。カッツァンブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着歌丸ポポア、その後3着キングペイロー。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い。6番ビッグマック先頭に立ちます。1番 XYG 内から追い上げる。8番タオーパイパイ後位をキープ。7番ネオチマクスイオー後位をキープ。外から11番オニーロバーズ、内側10番エマヨージン、外から14番ツークシュティッツェ、9番ヨダキークエに真ん中あたりにつけています。400を切って先頭ネオチマクスイオー、その後 XYG かわして先頭 XYG、 残り200を切った。変わらず先頭はタオーパイパイ、さらに差を広げにかかる。ミルキースターダム差を詰める。タオーパイパイ押し切ってゴール。勝ったのはタオーパイパイ、鞍上は小林亮太騎手。勝ち時計52秒7。タオーパイパイブリーダーズカップを制しました。2着オニーロバーズ、3着全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。16頭ほぼ揃いました。まずは先行争い。大外から押して16番ワイワイサタデー、7番メリーズラム内から追い上げる。15番タワーオブドンドン後位をキープ。3番ノルトリズリー先頭に入れ替わります。内から11番タワーブランド、これを見るように内側8番サクラミドラー、内押さえて5番ハンカークサカー。400を切って先頭ノルトリズリー、そしてメリーズラム、わずかに先頭はノルトリズリー。メリーズラム差を詰める。ドンテスタマスタまだか、追い上げるメリーズラム。ここで先頭が入れ替わる。ワイワイサタで先頭に並びかける。ストレットマイシン差し切ってゴール。勝ったのはストレットマイシン、鞍上は泉谷風馬騎手。勝ちタイムは53秒0。ストレットマイシンブリーダーズカップを見事勝利しました。2着ワイワイサタデー、3着には
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好ダッシュは1番人気ネコリンパコリン。まず何がいきますか。早くも先頭12番ユーキネバーエンド、3番ピーチワイン先頭に入れ替わります。その後は5番揚げ玉兄弟、内から9番第8ルビー、続きまして10番津軽富士、11番パティサーク、真ん中あたりにつけています。1馬身相手8番スターゲイザー、7番マッシフラグリツイ。 600m の通過タイムは33秒5。各馬第3コーナーをカーブしていきます。6馬身相手6番ロトエルドラド、少し差が開いて4番ストロベリーマーチ、1番人気2番ネコリンパコリン。この位置からの競馬、4コーナーカーブ、直線コースに入ります。揚げ玉兄弟先頭、ピーチワイン並びそうだ。2頭が激しく競り合っている。ユーキネバーエンド離れて追走、ネコリンパコリン来るのか、逃げる逃げる揚げ玉兄弟、ここで先頭が入れ替わる。逃げる逃げるパティサーク、迫るネコリンパコリン、パティサーク差し切ってゴール。勝ったのはパティサーク、鞍上は森一馬騎手。勝ちタイムは1分17秒5。パティサーク、ブリーダーズカップを見事勝利しました。2着ネコリンパコリン。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好ダッシュはミルキーパスポート、タクーヤギムレン。まずは先行争い、1番スケスケノムスのペースを作ります。4番ホールミーキング先頭に入れ替わります。その後は2番オリサンブラック、7番ヤダ好位をキープ、13番オンザロストラム、内側6番エクストリーム、3馬身相手5番ヒューマンエラー。2コーナーに向かいます。4馬身相手11番タクーヤギムレット、4馬身相手10番ミルキーパスポート、それから9番タクーヤ、内から3番ドバジューガ、その外8番ボンゴレビアンコ、最後方は12番ベルサイヤローズ。各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上。1000m の通過タイムは59秒5。先頭は4番ホールミーキング、後ろに2番オリサンブラック、7番ヤダが好位をキープ、13番オンザロストラム、内抑えて6番エクストリーム、1番スケスケノムスコ、この辺りが中段。3馬身相手5番ヒューマンエラー、4馬身相手11番タクーヤギムレット。13頭大欅の向こうを駆け抜けます。1番人気ミルキーパスポート、ここからどういった競馬を見せるのか。それから9番タクーヤ、4コーナーから直線へと向きます。ホールミーキングわずかに先頭、ホールミーキングわずかにリード、先頭争いは2頭、残り400を切って、ホールミーキング、その後からオリサンブラック、ホールミーキング粘っている、オリサンブラック並びそうだ、ミルキーパスポート来るのか、オリサンブラック捕らえにかかる、ホールミーキングさらに差を広げにかかる、ホールミーキング先頭、2頭が並んで合輪、ミルキーパスポートわずかに前か、
判定をお待ちください。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートはミカガン、ルークパト。まずは先行争い、2番ミカガン、タナを奪いに行きます。10番チャーリーテンプル、かわして先頭。その後は4番カニのひまわり、6番レゾナンス、好位につけています。3馬身相手11番ルークパト、6馬身相手1番レイラー、9番ヤコウセイノケモノ。1-2コーナー中間、内から7番バカラグラス、1番人気8番シリウス、この位置。それから5番チアコスーアンコウ、3番マドゥーラの翼、後方。冬の京都競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭変わってチャーリーテンプル、後ろに4番谷のひまわり。前半の 1000m は58秒2。各馬第3コーナーをカーブしていきます。6番レゾナンス、好位をキープ。4馬身相手2番ミカガン、3馬身相手11番ルークファクト、8馬身相手1番レイラー、外から9番ヤコウセイノケモノ、そのうち7番バカラグラス、1番人気8番シリウス、この位置からの競馬。外から上がるのはチアコスーアンコウ。4コーナーカーブ、直線コースに入ります。400を切って先頭谷のひまわり、そしてチャーリーテンプル、チャーリーテンプル、かわして先頭シリウス、ここでもまだ後方。チャーリーテンプル頑張っている。レイラー接近してくる。レイラーここで先頭になった。2頭が並んで合輪。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。8番トゥインクルスター、すっと前につけます。2番ブランニューカラー、かわして先頭。その後は10番ソラトブ東京、7番サクラソルダード、後位をキープ。後ろに3番ステルスループ。これを見るように内側1番シジミチャンス。各馬第3コーナーをカーブしていきます。6馬身相手5番ドバイミレニアム、後ろに6番シャインピーク。 600m の通過タイムは35秒4。外から11番モモカマイフレンド。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、激しい先頭争いとなった。400を切って先頭トゥインクルスター、そして空飛ぶ東京、わずかに先頭はトゥインクルスター、サクラソルダード少し離れて追走、ドバイミレニアム。苦しい展開になった。トゥインクルスター、足色は衰えない。ブランニューカラー懸命に追うが、シンシナティキッド追い上げる。トゥインクルスター、先頭で合理。勝ったのはトゥインクルスター。鞍上は熊沢重文騎手。勝ち時計1分15秒1。トゥインクルスター、ブリーダーズカップを見事勝利しました。2着ドバイミレニアム。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、早くも先頭1番ホウキューキューリ、7番ハンガシンギョウ、かわして先頭。4番エグゼドエグゼス、後位をキープ。それから6番オトンオーナメルナ、1馬身相手3番メルトオールハート。少し差が開いて8番ダドルロミオ、3コーナーに差し掛かろうとしています。小馬身相手11番ゆるめに頼む。内から2番ユアラブ。 600m の通過タイムは34秒7。1馬身相手10番イクイノゴシップ。長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線勝負、横に広がり直線勝負。残り400を切ってホムキューキューリ、その後からエグゼドエグゼス、3頭の激しい先頭争い。迫るエグゼドエグゼス、花吹雪まだ動かない。先頭が変わった。ハンガシンギョウ差を広げにかかる。緩めに頼む。足色はどうだ。ハンガシンギョウ先頭、ハンガシンギョウ押し切って合輪。勝ったのはハンガシンギョウ。鞍上は太宰圭介騎手。勝ちタイムは1分14秒4。ハンガシンギョウブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着緩めに頼む。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コーダッシュはハリテーンソニックダークロレジウム。まず何がいきますか。早くも先頭1番アンパン、9番グーグルクローム先頭に入れ替わります。その後は4番ニューカマークラス、10番サーテンズパス後位につけています。その外2番レーベリウム、これを見るように外側6番オラオラムダムダー、続きまして7番極み紳士、1馬身相手5番落合福士君、4馬身相手3番ハリテーンソニック、8番ダークロレジウム差が開いて最高峰、冬の新潟競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上、各馬1コーナーを目指します。もう一度先頭から見ていきましょう。主導権は1番アンタン、 1000m の通過タイムは1分0秒0、後ろに2番レーベリウム、4番ニューカマークラス後位をキープ、外から9番グーグルクローム、これから向こう上面に入ります。続きまして10番サーテンズパス、それから6番オラオラムダムダー、続きまして7番極み紳士、1馬身相手5番落合福士君、4馬身相手3番ハリテーンソニック、8番ダークロレジウム差が開いて最後方、先頭は変わらずアンタン、後ろに2番レーベリウム、4番ニューカマークラス後位をキープ、3コーナーに差し掛かろうとしています。外から9番グーグルクローム、続きまして10番サーテンズパス、それから6番オラオラムダムダー、1番人気アンタン現在先頭、400を切って先頭アンタン、その後レーベリウム、4コーナーから直線へと向きます。ニューカマークラス少し離れて追走、あと200、アンタン足色は衰えない、先頭が変わった、極み紳士粘る、極み紳士差し切って合理、勝ったのは極み紳士、鞍上は海老名正義騎手、勝ちタイムは2分21秒6、極み紳士ブリーダーズカップを制しました。2着以下は混戦となりました。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コーダッシュはテイエスヒカリオーハミハミツルメウチ、まず何がいきますか。3番テイエスヒカリオーをすっと前につけます。8番エースの輸入かわして先頭、その後は5番 M4 エダ、2番レモンパラダイス後位をキープ、外から7番長篠の戦い、1番人気9番アクセルワールド、この位置8馬身相手6番ハミハミツルメウチ、3馬身相手1番トライフォース、遅れて最後方4番ロールパンナちゃん、各馬冬の新潟競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは20馬身以上、先頭は5番 M4 へ、各馬1コーナーを目指します。後ろに8番エース投入、2番レモンパラダイス後位をキープ、1000m の通過タイムは1分0秒0、外を抑えて3番テイエスヒカリオー、
その外7番長篠の戦い、2コーナーを抜けて向こう正面、1番人気9番アクセルワールド、この位置7馬身相手6番ハミハミ鶴目打ち、4馬身相手1番トライフォース、離されて最後方4番ロールパンナちゃん、先頭は変わらず M4A だ。後ろに8番エースと輸入、2番レモンパラダイス好位をキープ。続きまして7番長篠の戦い、3番テイエス光王、3コーナーに差し掛かろうとしています。1番人気9番アクセルワールド、この位置7馬身相手6番ハミハミ鶴目打ち、4馬身相手1番トライフォース、400を切って先頭 M4A、 そしてエースと輸入、4コーナーカーブから直線に向きます。エースと輸入突っ込んでくる、残り200を切った、逃げる逃げる、エースと輸入長篠の戦い接近してくる、エースと輸入足色は衰えない、トライフォース伸びる、エースと輸入押し切ってゴールイン、勝ったのはエースと輸入、鞍上は大塚海斗騎手、勝ちタイムは2分22秒7、エースと輸入ブリーダーズカップを制しました。2着長篠の戦い。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コーダッシュは5番ポポナイト、まずは先行争い、外から押して12番カンパリソーダ、10番ペットアグリップ先頭に入れ替わります。7番カマセイン好位をキープ、それから2番ターセル、7馬身相手5番ポポナイト、8番ステルストン真ん中あたりにつけています。内側1番ミネツ、内から3番サトウニクヨ、6番レイジートリリトン、 600m の通過タイムは35秒0、各馬第3コーナーをカーブしていきます。外から9番花丸、続きまして11番カンザクラ、1番人気メイデミルー、最後方からの競馬、冬の京都競馬場を駆け抜けていきます。4コーナーから直線へと向きます。残り400を切ってターセル、その後からヘッドアグリップ、ヘッドアグリップかわして先頭、ヘッドアグリップわずかに先頭か、メイデニルー苦しい展開になった、ヘッドアグリップ先頭をキープ、ヘッドアグリップこのまま押し切れるか、レイジートリリトン追い上げる、並んでゴール、ミネツわずかに前か、判定をお待ちください。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、大外から押して14番ストロール、12番ドスアイランド内から追い上げる、2番ローファットミルク好位をキープ、4番フナッシー好位につけています、7番レイサムビーム好位をキープ、続きまして5番オスクラマンジュ、10番アトランティスの謎真ん中あたりにつけています。内から1番ベビーパシフィック、8馬身相手9番キングダムベスト、3馬身相手6番タクーヤスレイブ、各馬第3コーナーをカーブしていきます。外から11番ムゴンザカ、少し差が開いて8番ブルーフラグメント、1番人気13番雪夜舞地でこの位置、最後方は3番アドマイヤダーズ。 1000m の通過タイムは58秒4、冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は変わらずストロール、4コーナーから直線へと向きます。ここから最後の力比べ、高速各馬の動きはどうか。400を切って先頭ストロール、そしてドスアイランドストロール、ストロール先頭だ。フナッシー差を詰める、フナッシーかわして先頭、雪夜舞地でまだ動かない、フナッシー後続を振り切りにかかる、レイサムビーン迫ってくる、アドマイヤダーズ伸びる、2頭が並んで合流、フナッシーわずかに前か、判定をお待ちください。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。内から押して3番ポジブラックホール、外から上がるのはサトフネ、その後は13番メティサン、これを見るように内側6番歌丸シオング、外を抑えて10番本間糸原谷、5番ヨナキーカルーセル、各馬第1コーナーをカーブしていきます。外を抑えて11番アゴナウィロナ、14番メルベイユエアロ、この辺りが中段、内側4番セントヘレンズ、外を抑えて9番大江戸戦士、これから向こう上面に入ります。内抑えて7番イヤダワン、それから1番ノンストップポップ、少し差が開いて15番タルマコン、8番ハミハミ食べ盛り、そのうち2番バルベルデ。1000m の通過タイムは1分0秒5、16番パジャマネオジャマ後方、冬の京都競馬場を駆け抜けます。各馬第3コーナーをカーブしていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭は依然ポジブラックホール、後ろに13番メティさん、12番サトフネ後位につけました。4コーナーカーブ直線コースに入ります。400を切って先頭ポジブラックホール、その後メティさん、4頭ほどが固まった状態、迫るサトフネ、
4頭ほどが固まった状態。歌丸シオン軍先頭に立った。ノンストップポップ、まだ動かない。歌丸シオン軍頑張っている。2番手はメティさん、さらにはポジブラックホール。歌丸シオン軍1着でゴール。勝ったのは歌丸シオン軍。鞍上は戸崎啓太騎手。勝ちタイムは1分53秒6。歌丸シオン軍ブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着センポケレンズ。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。11番ルギマス、すっと前につけます。9番金城雨天、かわして先頭。その後は8番ユーキアルテミス、15番モンローウォーク2番手に変わります。内から5番くのいちの事故。各馬第1コーナーをカーブしていきます。外を抑えて6番ダイヤモンドリバー、それから18番ミスティージ、内から12番ミラ、17番エンジェルウィング、真ん中あたりにつけています。6馬身相手16番セイラ、これを見るように内側1番メイロックハート。2コーナーを抜けて向こう正面、1馬身相手2番タマジャリ、これを見るように外側10番お茶モットブルー、内側7番ストロベリーカフェ。1000m の通過タイムは59秒9。内から3番パイナップルパテ、1番人気4番ユーキノスタルジア、この位置。その外14番サトシリエリカ、最後方は13番マジシャンガール。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上。先頭は金城雨天下、後ろに15番モンローウォーク、8番ユーキアルテミス後位をキープ。18頭大ケヤキの向こうを通過、内から5番くのいちポジコ、続きまして6番ダイヤモンドリバー、少し差が開いて12番ミラ、その外18番ミスティージ。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ真っ向勝負。金城雨天下わずかにリード、400を切って先頭金城雨天下、その後モンローウォーク。金城雨天下粘っている。2番手モンローウォーク。金城雨天下抜け出した。ユーキノスタルジア、ここでもまだ後方。金城雨天下足色は衰えない。サトシリエリまだ後方。サトシリエリを見る。金城雨天下逃げ切ってゴール。勝ったのは金城雨天下。鞍上は角田大和騎手。金城雨天下ブリーダーズカップを制しました。2着サトシリエリ、3着は混戦の模様です。
主催は KRA 国見中央競馬会でした。